はい、しゅんくんさ、はい、ちょっとさ、調子に乗ってんじゃないの、しゅんくんね。どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、僕は今日今、法政大学キャリアデザイン学部の田中教授に呼び出されたので、今、法政大学の前に来たんですけども、すごい立派なやっぱ大学ですね。めちゃくちゃ綺麗だ。でかい。今から、田中教授の研究室に向かおうと思います。緊張するな。なんで呼び出されたんだろう。はい。どうぞ。失礼します。はい、失礼します。はい、どうぞ入ってください。はい、今日来てもらっている理由わかるかな。ちょっと思い当たらないかもしれない。節はない。節はない。お前たち節はない。はい。何かこう就活で YouTube を使って活動してるってことで、はい、いろいろとこう連絡が来てるんだけど、結構まあ業界で今大学界隈、はい、就活界隈でちょっといろいろとこう賑やかにやってるって聞いてるんだけど、はい、今回ね来てもらったのは、はい、法政大学の私がいるキャリアデザイン学部、はい、でまあキャリアデザインっていうんで、まあ、就活だけじゃないんだけど、はい、その大学生が、まあ、社会に出ていく時のサポートを学問的にも実践的にもしっかりやろうっていう学部で、うん、まあ私たちも結構就活について力を入れてるんで、はい、なんかその旬ダイアリーの旬さんが暴れてるってことで、いやいやいやでも話を聞いてるから、ね、そう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 やってるの、まあ、クレームじゃないんだけど、はい、なんかどんなことをやってるのかなと思ってちょっと、はい、今主にやっていることとしては、うん、YouTube を媒体に就活を変えようっていうふうに僕は思ってまして。おー、 YouTube を使って就活を変える。はい。どういうふうに具体的に言いますと、はい、地方と都会の就活に関する情報格差をなくそうっていうふうに思ってまして、うん、僕自身も地方学生だったっていう経験もあって、なかなか面接だとか OB 訪問だとか、わざわざ行かなければいけない、就活に関するプロセスが多すぎるなって思ったので、うん、そこの部分を動画で解決しようと思って、うん、就活するに動画コンテンツを発信してます。田中さん自身が、はい、キャリアについてずっと研究されているということで、はい、もう就活に関してスペシャリストじゃないですか。はい、詳しい。はい、で僕すごく思っているのが詳しい、はい、が、うん、田中さんは、就活ルール撤廃、うん、もしくはそれ以外でもいいんですけども、うん、今後就職活動の流れがどのようになっていくかっていうことについてお聞きしたいなっていうふうに思います。うん、あ、いいっす。なんかね、その去年の中西さんね、経団連の、まあ、会長が、日立の会長なんだけど、まあ、彼が言ってくれた、はい、言ってくれたっていうか言ったのが、一括採用からの通年採用転換、はい、でこれはもう加速度的に起こってきます。でその時にその心配されるのが情報格差じゃないですか。はい、で情報格差って本当にありえるのかだけど、はい、ないですよ。うん、なんでだと思います？調べようと思えば調べる。そうあるじゃんこれ、全部みんな、はい、これだけですよ。情報格差はないんだけど、はい、あるのは何格差だと思います？頑張ろうとする人と頑張らない人の差。そう、つまり言い換えるならば行動格差なんですよ。確かに。そう、情報を調べて動くか動かないかだけ。なんか自分はまだそういう準備がないんだとか、なんかちょっとまだそういうタイミングじゃないんだって、うん、そんなに意識もね、なんか就活に向かないしみたいな風に誰もが思うから、100人が、はい、100人見たら100人思うんだけど、はい、そのうちまあいやちょっと調べてみようとか、うん、しゅんくんの出てる動画の例えば企業さん何かなとかで、次にその企業さんのホームページ見てみようとかね、チャンスだと思って行動によって差がつく時代を生きれるってことは、行動したらそれだけプラスになるわけだから、はい、だからこの動画見たらさ、一歩出てほしいよね。一方で、はい、はい、どうぞ。例えば石川県とかはインターンを受けている企業、うん、受け入れている企業は少ないんですが、うんうん、で行きたいけど行けないっていう現状があって、うん、そういう、なんていうんですかね、地域に関する情報ではない機会格差っていうところにおいては、うん、解決策は今自分の中では、動画とオフラインでの就活を、うん、地方でやっていこうっていうんですけども、うんうん、今後の流れとして機会での格差っていうのは広がっていくと思われてますか？そのインターンの格差、はい、でもね、まあこれ企業にもよるけど、今地方でもインターンやろうとしてくれる企業も増えるからね、はい、だからそのなんで行動格差を本気でやれば、僕自身はインターンっていうのはいろんなインターンがあっていいと思ってて、うんうん、その地方でやったらってことなんですよ。なるほど。自分でできるよっていう、自分でビジネスをやったりちょっとハードル上げちゃうんだけど、はい、
大学1年生2年生早期化してね、1年生2年生で都内の子たちはなんかインターン行ったりするような雰囲気もあるけど、はい、インターンいいよって書いてんだけど、はい、だけどインターンっていろんな種類あるから、1年生2年生って地方の例えば海が見えるところでカフェをやったとか、なんかそのカフェをやってるところに手伝いに入って、で単なるアルバイトじゃなくて経営側に回って売り上げをちゃんと把握してって、これだけ伸びましたよみたいな、でそれを伸びてきた売上金で今度は広告出しましたよみたいな、でこれぐらいお客さんが、僕が入った時は50人だったんだけど5000人来ましたと、でそれを YouTube で上げたら5万人来ましたって言ってると、もうそれってインターンそのものだから、いやそうですね、なかなかそんなことをやっている学生はいないので、企業側も欲しいですもんね。欲しい、学生だってさ、大学生の価値ってさ、なんかもう学ぶのは高校まででいいんですよ、大学生って作り人になるための練習期間だから、もう徹底的にいろんなこと作った方がいい、だってみんながあのサークルとかでさやるじゃん、わーって何十人とか100人とか集めてさ、いろんなイベントもやるし、はい、なんかあの何交流会みたいなのもやるわけじゃん、はい、しかもインカレみたいなことやってるわけじゃん、でそのエネルギーのまま自分たちのインターン作ればいいんですよ。確かに、でちゃんとマネタイズするところも持っていってから、そうそうそう、まあ、確かにそのままやってもいいですね。なんなら僕はね、だからね、あと一つがすごい大事だなと思う踏み絵があって、はい、やっぱり今のマネタイズなんですよ、はい、やっぱり社会人になるってことはマネタイズだから、まあボランティアってのはすごい大事なんだけど、その無料でいいですよっていうとずっと無料なんですよね、でこれはちゃんと自分たちの活動に対する対価が支払われます、そうです、ね、自分たちの活動に対してその市場からバリューがつきますっていうふうにする練習をした方がいいと思う。お金が生まれることによって責任とかも生じると思うので、そう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 、ボランティアじゃ継続してできないと思うので、そうそうそう、今、切羽詰まってる就活生が具体的にやって、ワンポイントアドバイスみたいなのがあれば教えていただきたいな、やっぱりね、面接に入ってるじゃん、はい、面接の時ってこれね、一夜漬けでも十分あの役立つんだけど、やっぱり IR です、はい、でその時に数字から見ちゃうと結構難しいんだけど、まあBS とか、まあ、いろいろあるから 見えにくいんで、財務諸表とかじゃなくて説明会資料ってあるんですよ、株主説明会資料、そしたら全部分かりやすいグラフでスクロールで見れるから、そうするとどこの企業が何をやっていてこの先何やっていくかって書いてある、でこのデータっていうのは社員の人だってそれを見てるんですよ、だから同じ情報を見れる。なるほど、確かに見てる学生は少ないと思う。そうそうそう、できるよ、だって社会人よりみんなのが、まあ、ある種得意じゃん、だからこれを生かしまくってもうバーッとこう情報入ってますと、であこの話についてここなんだなって、ごめんごめんごめん壊しちゃったこうこうこうって出していけば心配するし、ね、いやそれは確かに本当にそう、今日からでもできますね、できるよ、今、はい、面接でやって苦しんでる人はIR を見ろっていう、これはもう役立ちますよ、いやぜひやってみてください、はい、動画を見てる大学今1、2年生に関して、就活っていうのは結構程遠いものと感じていることが多いと思うんですよね、やっぱり就活ルール撤廃って言っても、程遠いと思うので、具体的に大学1、2年生が今からやれることとして、何がありますかね、だから一つ、はい、焦んない焦んなくて大丈夫、はい、焦んなくて大丈夫だけど、絶対に一つやらなきゃいけないことがあって、1、2年生の間にね、はい、これはもう絶対やってほしい、つまり受け手から作り手に変わる練習、もうこれを徹底的にやってほしい、毎日毎日、例えば歯磨くじゃん、はい、歯磨く時にこの歯ブラシって何回磨いたら摩耗するんだろう、それに対していくらだろう、自分だったらこの歯ブラシをどうするかなって考えてほしい、あとは先生はどういう授業をやりたいのとか、授業受けんじゃなくて、受けるんだけどそのどういうコンテンツをこう回すんだろうとかって考える、自分だったら90分300人いた時にどう回すかなって考える練習をずーっとやってほしい、そればっかりやってほしい、作ってる人を想像するっていうことから始まる、そう最初言ってたその相手の想像力だよね、それができるかできないかがもうコミュニケーション力の決定的な違いになる、なんかあの就活といえばっていう本知ってます？あー存じ上げないかもしれない就活といえばって本があるんですけどね、はい、これなんですよちょっとこれ置いとこうか、はい、これまあね、あの就活の取説、はい、あのしゅんくんと同じで、はい、
その情報でなんか格差があったらかわいそうじゃないですか、はい、で東京の我々のゼミ生なんかインターンに行って、うん、結構リアルな情報を聞けるのね直接、はい、経験を積んでんだけどそれってなかなか限られてるから、はい、今の就活ってどういうことが起きてんのみたいなのを、まあ、一冊読めばいけるよってことをこれまとめたんで、あ、ちょっとだけちらっと拝見させていただいたんですけど、目次とかもしっかりしてて、そうそうそう、あの知りたい情報が面接知りたいときは面接のところを読めばいいっていうふうになってるので、うん、なんていうの、手に取りやすい就活生でも時間がない人でも読みやすい構造になってる。これね。いや本当にありがとうございました。来週また呼び出せばいいの。来週はちょっと忙しいかもしれない。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあな。